はいえー、本日はですね、ハーバードで一番人気の国、日本という本から学んだことについてお話しいたします。えー、5つ私自身学びました、えー。この赤色と青の文字というのは、赤色はですね、えー、日本の 課題そして青色は日本の強みということで、えー、分けたんですけれどもまず1つ目ですね「ハングリー精神」えー「もっと日本というのはハングリー精神を持ってですね日本で満足するんではなくて、えー、世界もっと羽ばたけと世界で発信しておせよ」と。 こういうことをですね、強く学ぶことができます。そして二つ目、世界ニーズに合わせて、世界のイノベーションを作り上げるということですね、日本の課題だなと、日本人の課題だなということを学ぶことができますね。やはり日本、まあ、先進国、豊かな国ですから、日本のニーズだけに合わせてですね、どんどん日本の中でこう、 需要をまあ、売り上げ、えー、上げてもですね、まあ、生活が成り立ってしまうと。おですから、世界に行く必要がなくなって、えー、しまうほどのまあ幸せな国な、あ別の取り方でそんなわけなんですけれども、おただですね、まあ、これ、えー、これをずっと続けていくと、おまあ、世界に取り残されてしまうんじゃないかと。おもっともっと日本の強みをですね、生かして、世界のニーズ、 えー、世界のニーズって言いましたけど、世界のニーズですね、まあ。もっと視野を広げて戦っていかなければいけないなと、想像しなければいけないなということが、えー、この本を読んでですね、改めて、えー、学ぶことができました。そして3つ目、えー、ここからは日本の強みになってきます。改めて、えー、私自身感じたことですね、感じたことというか学んだことですね。えー、3つ目、リーダーシップです。日本人のリーダーシップです。えー、この本にはですね、様々な日本人、これは歴史上のですね、日本人、 えというのを挙げているんですが、あまあ、この中でもですね、日本人のリーダーシップというのは、えー、素晴らしいものがあると。その中でもですね、センスメイキングとあるんですが、えー、これは最近ですよね、東日本大震災の、まあ、無事ですね、この原子力発電ですかね、自転車をですね、これ何ページでしたかね。 強み,強み強み強みリーダーシップリーダーシップあ福島第二原発を作ったチームマスだと書いてありますけどやはりここの章から学ぶことができるのこのリーダーシップですよねセンスメイキング、えー、つまりですね、まあ、リーダーとして、えー、みんなに共有しなければいけないと情報を常に共有しろと、えー、それによってですね、まあ、リーダーの人もそうですし周りの人も、まあまあ、メリットがたくさんあると ほうれん草ともよく言いますけれどもやはり報告連絡相談とその情報をシェアするセンスメイキングというのがすごく大切なんだなと,ということが分かりますし、えー、日本人としてですねそ着物を座ったこのリーダーシップというのをどんどん、まあ、強みを自覚してもっと 伸ばしそして4つ目創発的戦略とあるんですが、えー、これはですね、えー、例えばあ、まあ、現場でですね、えーまあ、現場というか、えーまあ、この反対の戦略とは、まあ、理論的戦略でしたかね。 はい、つまり理論的戦略というのは、まあ、あらかじめですね、何かをするまでにいろいろ戦略を練ってですね、計算して、まあ、図面や、まあ、頭でですね、いろいろ準備してそれから物事を行っていくという戦略そして創発的戦略というのは えー、いざ行ってみて、えー、そこでこうなんかこう感じたことや改善したことがいい、えー、改善する方がいいと思ったことをその都度その都度ですね、えーまあ、改革改革,改革というか直していくと。 はいえー、そういう戦略なんですその2つの違いなんですけれどもその中でもですね創発的戦略というのはすごく大切だし、えー、日本人これまでのいろんな、えー、ことを成し,成し遂げた人はですねこの創発的戦略があー優れていたとこの本に書かれています、はいえー、ですからですねまあもちろんこの 理論的戦略ですね、えー、あらかじめ準備すること計算したり、えーまあ、図面とか設計したり、えー、頭でですねいろいろこう準備することをミーティングすることは大切なんですけれどもそれ以上にですねやはりこの臨機応変に対応していくこの総合的戦略そして想像することですね頭で、えー、そのですね、まあ、都度その都度その都度 えー、まあ行動をとっていくというのがあ大切になってきますよということですね。はい やはり自分でこの準備したとしてもそれ,それがその通り、えー、ですね順調に行っていくとは限りませんのでほとんどそうならないと思いますので、えー、この4番が非常に大切だし日本人これまでの素晴らしい日本人の方はですねこれを持っていたということが分か,る分かりましたねそして5つ目武士道精神なんですけれども、えー、これもですね、えー、まあ昔の武士たちは持っていたこの精神ですね で、この中でも一番の目的というのはお金ではないよということです。はい、これらはですね、まあ私たち日本人がもともと持っていたものですから、えー、まあこれをですね、どうにかして身につけたいと、私自身、まあ20代の男ですが、身につけたいと感じましたね。そして我々の祖先には持っていたということが、まあ少しの安堵を覚える。 覚えますし、えー、いやこのままではいけないだと日本人として恥だなと私自身自覚して、えーまあ、これらをですね、えー、この5つを頭の脳裏に片隅に置いてですねしっかりと日本人として、えー 生ききていきたいたたと感じました、はい、本日はこの「ハーバードで一番人気の国に日本」という本から、えー、私自身が学んだことについて、まあ、シェアしようかなと思って、えー、この動画を作らせていただきました、えー、これからですね、えー、もう今まで、えー、船舶航海士としての知識、えー、私自身学んだことなどですねさまざ、あ、まな、えー、船や海の動画を上げ,た上げたんですけれどもここからはですね主にこの本 読書家正宏としてですねいろんな今まで読んだ本から学んだことをシェアしようかなと思いますはいえー、まあ,あー動画の内容がですねまたコロッと変わるんですけれどもーまあ、えー、この内容が嫌な方はチャンネル登録外していただいても構いませんし、えー 逆に今までチャンネル登録しなかった方はですねこちらの読書好きな方でしたらもししていただければと思います。はい本日はですねこの読書シリーズ第1弾ということでさせていただきました。